お父様、お母様、先立つ不幸をお許しください。私が中学で引きこもりになり早7年、今年の成人式でも中2の頃ギャル文字で書いた前略プロフィールを晒し上げられているそうです。ID もパスワードも忘れてしまい、もはや消すことすら叶いません。私の黒歴史はこの先何十年何百年とネットの海に漂うことでしょう。私は死ぬことにしました。唯一の心残りは男性アイドル育成ゲームアンサンブルスターズができなくなること。私の佐久間君の出会いは集約遺産は佐久間君に相続してください。葬式では私が何度もライブに通った大好きなアーティストアンティックカフェの曲を流してください。それではさようなら。一応かけたけど、私はネットに生き、ネットに殺された人間。やっぱり紙の媒体じゃダメだな。ツイッターにつぶやこう。でもこの2000字いちいちつぶやいてたら、私の指的にもなんか人間的にもすごい痛いことになりかねない。140字に要約してつぶやこう。お父様、お母様、先立つ長いな。まあ文字数持ってかれちゃった。もっと要約しないと。おと、おか、ふこ、おと、おか、ふこ、おと、ふこ、お豆腐でいいや。お豆腐で伝わるな。お豆腐。前略プロフィールが消せないので死にたいです。前略死にたいです。消すの無理っぽ。つらったん。まあ、顔文字はね、社長字数食ってもちゃんと思いを伝えるから入れなきゃだめ。あとアンサンブルスターズの話をしたいから、アンスタを続けたい人生だった。私と佐久間くんの出会いは1年前のこと。日光が苦手な吸血鬼キャラにもかかわらず、好きな場所は学校の裏庭の佐久間くん。うるさいのは苦手にもかかわらず軽音部の佐久間くん。そんな佐久間くんの一筋縄でいかないところが大好きです。遺産は全て課金して星5の佐久間くんを当ててください。あとはライブにいっぱい行った話。葬式は行きつけのアンティークカフェでお願いします。最後葬式カフェでやってみたらツイートになっちゃったけど、いや、これで心置きなくいける。うわ、リプライ早っ。衣装は手書きじゃないとこうよくないから、クソワロタンバリンにしちゃうし。ありがとうございました。